何よ。この辺がいいね。家の方がね。まあ、特にこの辺が関係してるからね。うん、ああ、それそれすっごい来る。指先までがジンジン来てる。うん、健康貯金じゃないかな。とにかく肩上げてるせいですよ。そのパソコン作業とかもね。これはやはりこう2つ一気に来る良さでしょ。そうね、そうね、そうね。これもまあそういう風に考えると悪くない。それぞれやっぱ用途があるので。うん、いいところがあるんですよ、それぞれこう使い分けでね。歪みの矯正効果が高いですから。でこう背骨際やることでこう自律神経とか全身の神経に関わりますので、で大丈夫？見た。あ、顎に効いてるよ、ほら。ね。ほら、顎に効いてる。もう硬いですね。
ょっと痛くて嫌ですかね。大丈夫ですか。ちょっとやっぱこう筋膜の付着があるので剥がすみたいな感じにします。大丈夫ですか。大丈夫です。もうほとんどなくなってる。もうジャーってやっちゃう。ゴミ箱に。どうですか。あ、いいよ。きつくないですか。うん、全然大丈夫。はい。筋繊維がすごい状態悪いんですよ。なるほど。こういい状態だとパラパラっとこう。うん、ほどけてるというか、うばらけてる感じなんですけど、うん、もうもりっと一塊になって、こう太くばらけてないんですよ。ついちゃってる感じなんですよ。でやっていくとばらけてくるので。うん、こう、わかりますかね。こう、今だと結構つるっとしてるじゃないですか。ほぐれると差がよくわかるんですけど、この筋繊維痛いですか。筋繊維の塊っていう感じなんですよね。こう細くないですよね、この筋腹が。そうそう。取れないな。でもさっきよりここの段差が出てきたっていうか、わかりますかね。ここにこのほどけてきたんですよ。これこのガタ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 って、さっきまでつるっとしてたのが
こうちょっと分かれてきたっていうか、線が多くなった感じじゃないですか。うん、それがつまりほぐれた。そうそうです、そうです、そうです、そうです。いい状態になってきたっていう。こうなってくると、まあ動きも良くなるし、まあ、体感としても軽いなとか楽だなっていう風になります。膜がくっついちゃってるとすごい動きも硬くなってるので反りにくかったりとか姿勢も悪くなりますし、辛いですね。肩甲骨の裏ですね。聞いてますか？聞いてる、聞いてる。どうかな、いけん。じゃあ、反対やります。なんか小さい手が。ふふふ、結構もう最初に比べると柔らかくなってきてますね。はい。ゴリゴリが少なくなってきた。そうですね。ゴリゴリっていうか、なんかこう、ここも分かりますよね。こうブチ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 って何本もある感じになってるじゃないですか。これがほぐれてきてるって。で、そういうとこだとちょっと痛いんですよね。健康なとこだと強く押すと痛いんで、って感じですね。はい、この仰向けですね。はい、ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。お疲れ様でした。